ハロー YouTube、 速稼塾の久保でございます。この寝起きの私がですね、今日は非常にすごく楽しいニュースを皆さんにお伝えしたいなと思っております。ガチンコマッチョクラブのね、ミスター M さん、まあこれは皆さんご存知だと思うんですけども、やっぱりね、ミスター M さんね、紹介され出してるんですよ、他の YouTuber さんに。今回はですね、あの花龍馬さんがガチンコマッチョクラブを紹介してくださってると。しかもね、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんの魅力を余すことなく語ってくださってるんですよね。まあこれもなかなか名誉なことじゃないですか。まあガチンコマッチョクラブのね、魅力っていうのは本当あのひたむきさなんですよね。私もそうなんですけども、最初あのデブデブちゃんからスタートしてるんですよ。本当に100キロを超える巨体でね、でもう本当に最初の YouTube 私ね思い出すんですけども、いやここからマッチョになるのかっていうね、その感じはありましたね。これはすごいなと、ここがスタートラインかみたいな。圧倒的不利なわけなんですよ、体格的にもね、それからまあライフスタイルはその時は分かんなかったですけども、ちょっとこれそこまで続くのかなっていうところなんですよね。まあでもね、この YouTube がなんでね人気が出るかっていうと、なんで人の信頼を得るかっていうと、この人できんのかなっていう人がやってるからなんですよ。あ、この人だったらやりそうじゃんっていうことだったら、もう次から見られてないんですよね。いや失礼ながらね、そういうギャップがミスター M さんにはありますね。そして今ね、今ですよ、動画ものすごく体格整ってきて、ほんと逆三角形で胸もね割れ始めてるわけですよ。思い出すのは3ヶ月ぐらい前だったかな、力を入れたらお腹に線が入るみたいなね、そんな動画をね何回かギャグで撮ってくれてたんですけども、今はね普通に立ってるだけでもうねマッスル体型ですよ。あのプロレスラーみたいな、本当にこのミスター M さんの精神面が、まあ、ちょっと伺えるようなところもちょっとあったのが、初期の動画ってね、帽子をかぶってメガネをかけていたんですよ、ね。まあ、そういう感じでやっていたんですけど、今はねもう帽子もメガネもないと、まあもちろんそれがあって悪いってわけじゃないんですけども、なんかねさらにね自分をね前に押し出してきたんじゃないかなっていう風な心理を私は感じるわけなんですよね、で、あとは肉体ですよね。肉体もね裸が圧倒的に多くなってきましたね、最近の動画は、で、初期はやっぱり服を着てるんですよ。まあ服着てていいんですけども、でもね、よりね、なんか私たちに迫ってきたのかなと思いますね。で、毎朝4時にね、4時か5時ぐらいに送られてくるモチベーション動画、これがすごいですね。花屋龍馬さんもね、私同じように感じてたんですけども、この早朝にもうすでに筋トレ動画を送られてくるって、多分ね、世界初だと思いますよ。やっぱね、午前中とかね、午後とかね、そこそこ一日が温まった頃に送られてくるんだったらまだしもなんですけども、まだね多分ね、 LINE アットとかっていろんな LINE があると思いますけども、多分あらゆる LINE の中で一発目に送られてくるのがこのミスター M さんなんですよ。で、深夜の2時とか3時だったらこれまだね完全に早すぎるんですよ。でもこれがね4時とか5時あたりに送られてくるところに、この絶妙なタイミングを感じますね。まあ、ミスター M さんで一日が始まり、ミスター M さんと共に人生が あるという形でございます。ガチンコで、筋トレ動画をね送ってくれるガチンコマッチョクラブ、これからもね楽しみにしていきたいなと思います。それではね、皆さんもガチンコマッチョクラブ、まあ今動画概要欄にね、花屋龍馬さんの紹介動画貼っときますので、そこでしっかりと魅力を確認してガチンコマッチョクラブにご参加ください。私と一緒にマッチョになりたい、いきましょう。